こんにちは、ばあばです。今日はこのとても可愛らしいハンドバッグの作り方をご紹介します。このように持ち手がついていて、中がこのように開いて、実際にちょっとした小物などを入れられる形になっています。では早速作っていきましょう。今回用意する折り紙はバッグの部分に15センチ四方の折り紙が2枚、そして持ち手の部分に15センチ ×3.75センチの折り紙が2枚になります。この持ち手の折り紙は通常の15センチ四方の折り紙を縦に4分の1のサイズに切ってください。まずバッグの部分から作っていきます。色の面を上に置いた状態でこのような向きにして三角形に半分に折ります。開きます。そして右側の下の縁と上の縁をそれぞれ今つけた真ん中の折り筋に合わせております。裏返します。そしてここの角と角を結ぶ線で左側の角を右側に折ります。ちょうどここでここの折り線と角がぴったり揃うように折ってください。もう一度裏返します。そうしたら上に重なっている2枚をこのように開きます。そしてこの開いた状態で中心の折り筋で半分に折ります。次はここの色と白の境の角から右側の角をここの反対の角に合わせて折ります。ちょうどここの角からこのように角を左側に折ってきて、ちょうどこの角とここの角がぴったり合うように折ります。これと同じものをあともう1枚折っていきます。はい、このように2枚同じものが折れました。そうしたら1枚だけこの今上に折った角を一度開いて、そしてもう一度このように軽く開いて、ここについている斜めの折り筋で右側の角を内側に折り込んでいきます。この斜めの折り筋が両方とも山折りになるように折って、そしてこの中心の折り筋が谷折りになるように折り筋をつけ直して、このように
中割り折りをしていきます。このように角が内側に折れました。そしたら今このように折れていて、左下にこの色の三角形の部分がある状態ですが、これを裏返して右下に色の角が来るような向きにします。そしてこの状態で中を開くとこのような感じに折れていますが、この内側に折れている角は向こう側に寄せるようにして、一番手前のこの隙間のところにもう一つのパーツを、ちょうど今この三角形に折った部分が上に出ている状態ですが、この状態でこのような向きでこの隙間に重ねていきます。このような感じに重ねます。そしてこの上の左側の白の角を重ねたパーツのこのすぐ下の三角形のここの隙間にこの白の角を挟み込みます。裏返してこちらもこの右側の白の角を裏のこの三角形の隙間に挟み込んでいきます。これで2枚が重なっていますが、この状態で全部の角がこうずれないようにしっかりぴったりと角が全部揃っているように確認してください。2枚がぴったり揃ったら、次はこの角と角を結ぶ線で上の角を下に折り下げます。ここで普通に角と角を結ぶ線を手でこのように折っても良いのですが、もし物差しがあれば物差しをこの角と角にぴったりこのように合わせて、そしてこの上の角をこのように折り下げるときれいに折れます。一度この角と角を結ぶ線で物差しを当てて、上の角を物差しに沿って折り下げて、折り目をつけたら物差しを外して、そして改めてしっかりと折り直します。こうすることで手で折るよりもこの2枚重なった部分がずれないで綺麗に折ることができます。物差しがあればそのように折ってもらって、なければ普通に手で折ってください。はい、このように折れたらバッグの本体の部分が完成です。このように中が開くようになっています。次は持ち手の部分を作っていきます。まず白の面を上にこのような向きで置いたら半分に折ります。一度開いて、下の縁と上の縁をそれぞれ今つけた折り筋に合わせて折ります。
そして下の縁と上の縁を合わせるようにさらに半分に折ります。そしてこのように細長く折れた持ち手をこのように丸くなるようにこのように癖をつけて、そしてこの先端に糊をつけてこのバッグの内側にこのように貼り合わせていきます。まず糊を用意して両側に糊をつけていきます。そしてこのように丸くしてこの糊のついた面をバッグの内側にこのように貼っていきます。もう片方もこのように貼っていきます。片方が貼れたらもう一枚取っ手を作って同じように貼り合わせていきます。先ほどとは逆の方の面に貼っていきます。さっき貼った取っ手と長さがちょうど同じになるようにバランスを見てもう片方の取っ手を貼り合わせてください。はい、これで取っ手がついてハンドバッグの完成です。このように取っ手がついて中に実際に物を入れることができます。このような飴玉などを入れるのにちょうどいいサイズです。そしてこのような小さなお星様の折り紙を入れたりするのもおしゃれで可愛いと思います。ぜひ皆さんちょっとした小物入れにこのハンドバッグ活用してみてください。今回は色の面を上にして折り始めてこのような色の出方になっていますが、裏表逆にして折り始めるとこちらに色が出て、こちらに白の部分が出て、またイメージの違ったバッグになると思います。そして最初に見本でお見せしたように、このように柄の折り紙や両面折り紙を使うと、また個性的でとても可愛らしいハンドバッグになります。ぜひ皆さん好きな柄の折り紙でこのハンドバッグ作ってみてください。そしてぜひいろいろなものを入れて活用してください。このハンドバッグかわいいな、作ってみたいなと思ってくれたら、ぜひ下のいいねボタン押していってくださいね。作ったよという報告もぜひコメント欄に書いてください。待ってます。